2年前、札幌で当時2歳だった池田小鳥ちゃんを衰弱死させたとして母親の池田里奈被告とその交際相手の藤原和也被告は保護責任者遺棄致死などの罪に問われています一審で懲役13年の実刑判決を受けた藤原被告と懲役9年の実刑判決を受けた池田被告は判決を不服として控訴していましたそれぞれぞの控訴審判決で、 札幌高裁の金子武裁判長は藤原被告については頭のけがを生じさせたのが被告であると認定した一審の判断は不合理ではない池田被告については必要な食事や医療措置を与えず女児が死亡したことに変わりないとして2人の控訴を棄却しました。